火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上岳の崖を登りて穂村包みし岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、おのがみはこともなし。案じいだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと説き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛攻のみ技をつき、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、公平心でおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。寒いな。早く体を温めねば。このままでは凍える。時間できた。このままでは凍える。
凍えてきた。早く体を温めねば。チャンスに、もうダメだ。さあ、木のそばへ来てください。助かった。お主は無事か？心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ？答え、権力。何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。十分な飯と酒も少し欲しい。まもなくだ。覚えてきた。お、かじかんできた。このままでは凍える。焚き火があった。気持ちだ。頂に着いた者はどれほどおるのだろうか。凍えてきた。時間できた。火はないのか。あの焚き火までたどり着ければついてくれ。ああ、いい気持ちだ。覚えてきた。かじかんできた。火はないのか。地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。
あやつと剣を交えれば技を得得できる。穂村の剣を侮ってはなりません。さあ、その石を太刀に打ちつけてください。待ちなさい。炎に身を捧げるの。そう、お上手。さて、ここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いかがなされた、酒井殿。なぜここに道場が建てられた。先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。よくぞご無事で。命を落としかけたが、穂村の剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何卒御身を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。